空手道基本型自由視点映像撮影シリーズ。この動画では空手道の基本となる17の型のポイントを自由視点映像撮影システムで多角的に解説していく。今回は基本型4、ピンアン2段。ピンアンの型は前後左右に相手を想定し、受け、払い、突き、蹴り等の基礎動作を正しく敏捷軽快に行えるように考えられている。常に反撃の気概を持ち、体の中心軸を正しく保ちながら腰を使い、いかなる方向でも正しく方向転換、あるいは対転換と同時に基礎動作と立ち方が決まるように稽古と工夫を行う。ピンアン2段は和道流で最初に修練する型で、順突き立ち、前屈立ちでの攻防と四股立ちの習得が重要である。では開始。ピンアン2段、はい。左懸垂中段落とし受けは、体をわずかに沈める力を用い、額の前を通して弧を描くように行う。右懸垂中段落とし受けは、前額部あたりから垂直に落とす。上段受けは頭上まで十分に受け流す。つま先立ちになり、体の正面、両手と左足先は突く方向に向ける。四股立ちで抜き手を行う部分は、途中で止まらずに滑らかに行う。以上、空手の極意は型にあり。空手ワールド。